しもなら多分この辺りにいた。あれ、そのシリーズ君も好きなの？時に日頭。はい。友達とは何だと思う？おっと、これは不詳、日頭イサナ、数少ない得意テーマですよ。友達の定義でそんなにテンションを上げられるやつ、生まれて初めて見たよ。だって考えても見てくださいよ。友達ボーダーをどこにするかによっては、今朝方私に提出物を確認してくださった日直の方も友達ということになるかもしれないんですよ。友達ボーダーの恣意的運用をやめろ。仲のいい子がいじめの標的に。